ただいまより、株式会社アイザックの発表を始めさせていただきます。私、株式会社アイザックの、企画営業担当しております、馬場と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは、産学連携ロボット研究開発支援事業、小型電動災害対応ロボットの開発と事業化に向けてと題しまして、発表させていただきます。まず簡単に、弊社の会社の概要になります。平成24年に設立した、割と若い会社でございます。事業内容としましては、サービスロボットの開発、製造、販売を行っている企業でございます。主な事業としては、医療介護用ロボットと、災害対応ロボットの2本の柱がございます。設立母体であります、会津中央病院を中心にですね、株主の構成としましては、医療関連企業が、主だったところになっております。それでは、早速、これまでの産学連携の歩みということで、平成30年度から令和2年のところを振り返ってまいりたいと思います。平成30年度の E1 の開発なんですけども、こちらはですね、大型の、写真でいうと左側の大型の研機のような、双腕型のロボットで、に関する開発でございます。こちら GPS データを用いた大まかな制御をすることで、内燃機関で動作するということで、エンコーダーを用いたフィードバック制御が困難であることからですね、GPS 使った大まかな制御をして、加えてですね、距離計のセンサーによる遠隔操作、自律走行によるオペレーター補助というものを実現しました。こちらですね、ソフトウェアの開発にシミュレーターソフト、コロノイドを使って、シミュレーター上でのソフトウェアの開発を行いました。次に E2、の開発につきまして、こちらは先ほどの E1 とは対照的に非 GPS の環境下で、ロボットの遠隔操作を実現するというものでございます。距離画像センサーをもとに、動作を可能にしました。加えて WRS2020 を想定したオペレーター訓練操作補助のためのサイバーフィジカル空間の構築を実現しました。WRS2018 参加に向けた、E2 の機能改善ということで、加えて、初期化再起動の時間短縮、自己姿勢データの精度向上、連続稼働時間の向上、ロボットアーム取り付け位置の増設、ロボットメンテナンス性向上といったことを実施しました。翌年、平成30年度なんですけども、この年は、これまでハードウェアの改良にあたってですね、このセンサーつけてみよう、このカメラをつけてみようということを割とこう、つけては外し、つけては外しっていうのを繰り返して、来ましたので、ハードウェアが割とごてごてした大きなものになってきておりましたので、まあ、最適化という意味で、必要な機能に絞り込んで、ベース車両というものを作り上げようということで、スパイダー2020というものを開発いたしました。同時に E2 の、機体を使って、 IMU による位置指定機能の開発を行いました。これまで作ったソフトウェア、E2 のソフトウェアをすべて、スパイダー2020に移植、いたしました。今年度なんですけれども、ロボットの、一つ目はロボットの本体改良というところで、スパイダー2020をもとに上位制御系の追加というものを行いました。制御用 PC、無線ルーター、非常停止ボタン、制御用 PC の電源、ロボットアームの電源を本体から、取るというものでございます。あと、加えてカメラ、センサーの搭載1名追加ということで、これまで、7台で運用していたカメラの数を4台に減らしまして、伝送系の、待機のを開けるためにといいますか、オペレーターも7つのカメラを見ながら操作するのはかなり難しいので、カメラの数を減らしたというのは結構、学生さんと、議論しながらできたことかなと思います。もう一つ、ロスによる動作ソフトウェアの開発というところで、これまで、OpenRTM のみで、ミドルウェアの開発、ミドルウェアのを使った開発を行ってきたんですけども、これに加えて、ロスによる制御ソフトウェアの開発を実施しました。もともとは、ロスの、ソフトウェア開発の動作検証という意味も込めて、スラムを導入してみましょうかというところで、スラムを用いた地図作成、を行いました。に加えてですね、自律走行というものも、あらかじめ与えられた地図データをもとに実験コース内で、自律走行を行うというものも、行いました。このスラムの導入検証と自律走行については、動画をご覧いただきたいと思います。
まずは、2D での地図作成の動画になります。こちら左上が、ロボットが作った地図になります。で現在、この動作は、手動による動作で行っております。コントローラーを使ってオペレーターが、実況を見ながら、後ろから見ながらロボットを動かしています。かなりスピードが、今4倍速になりましたけども、かなり遅いスピードで、動かしていたと思うんですけども、これはやっぱりクローラーロボットっていうものの特性上、どうしても、ガタついたりですとか、ドリフトっていうものが起こってくると、生成される地図にかなり誤差が紛れ込んでしまって、正しい地図ができないという、大きな課題というか特性がございますので、なるべくゆっくりガタガタさせないように、走行していると。なので、まあ、単純にこういう平面の地図を作るんだと、クローラーよりも、車輪のロボットの方が有利なんですけれども、クローラーにはどうしても障害物を超えるっていう、大きな特徴がありますから、なるべくこのクローラーロボットでも同じように地図を作ったりできるようにというふうに考えております。はい。で、このようにして、まずは、手動で地図を作りました。で次に作った地図の中に、自己位置、ロボットに、あなたはこの地図の中のここにいるんですよと、ここに向かってくださいっていう形で、自己位置と目的地を、与えて、今度は、人が操作しているんではなくて、自律走行しながら、目的地に向かって走っています。でこの、ロボットに搭載されているセンサーで、ライダーという、まあ、レーザーを周りの環境に照射して反射を見ながら障害物を認識していくっていうセンサーが搭載されているんですけども、これによって、先ほど作った地図、まあ、先ほどの地図もそのライダーを使って地図を作っていくんですけども、と自分のいる位置と障害物との距離で、ロボットが自分がどこにいるのかを判断して目的地に向かって最短ルートを、選択して自律的に動くというものです。これは今非常にロボットにとって都合のいい理想的な環境で動作させておりますけれども、今後、よりロボットにとって都合の悪いとか人間にとって都合のいいより複雑な地形での、自律走行、例えば工場の中ですとか、まあ、オフィスの中ですとか、もっとハードルが高いのはやっぱり人が動いている環境ですとかという環境でも、自律走行というものがゆくゆくは可能になっていくかなと考えております。また今回、サブクローラー、不整地走行のためのサブクローラーを使っておりませんが、サブクローラーは、なんですかね、クローラーロボットにとって最大の魅力でもありますので、まあ、そういった本当の不整地ですね。でも、自分で越えられる障害物を認識しながら、目的地まで自律で走行するっていう世界を、我々は目指しております。で次は、こちらは 3D の、地図作成の動画になります。こちらは先ほどの、だいぶゆっくり走る、手動の動き見ていただいたと思うんですけど、まあ、あれの20倍速で、映像を作っておりますが、実際はもうものすごくゆっくり丁寧に走って手動で走っております。オペレーターが後ろから、歩いてついていきながら地図を作っていっております。で先ほどは2次元だったんです、2D の地図だったんですけども、こちらは3次元で、XYZ ですねの地図を、作成しております。でちょっと見にくいのかもしれないんですけど、ここに緑色の線が、動いてまして、これがロボットの位置になります。はい。でレーザーを照射してるんですけども、レーザーを照射しているので、まあ、この辺の部屋のドアが開いているとですね、中の様子がこう斜めに切れる形で覗けるということで、まあ、これでどこのドアが開いているとかですね、ということも分かってしまうというものですね。で、このように建物の中、の壁とか、障害物を、先ほどのライダーセンサーを使って、地図にしていきます。はい。
で、出来上がった3次元の地図がこちらになります。はい。なんとなくこの天群が、の感じで、人間が見ると、ちょっと壁っぽいなっていう風な地図ができていると思います。で、ところどころ外にこう出ているんですけども、これは、窓がある位置になります。で、今度は、こちらが、図面ですね。あの建物の図面なんですけども、建物の図面の上に、ロボットが、作った地図を重ね合わせて、まあ、どのぐらいこう正確性があるかなというのを、調べた映像になります。で、こちら、壁からこう外に出ている点があると思う、点群があると思うんですけど、これは窓ですね。先ほど申しましたように、窓の位置になりますね。で、ここにも窓があります。で、図面には、表記されてないような場所にも窓があるっていうのが、わかります。で、こちらちょっと見ていただきたいのが、この図面上だとここに壁があると思うんですけども、ロボットが作った地図では、この位置にちょっと壁の位置がずれてますね。これが、ロボットの、まあ先ほど言ったクローラーの持つ特性の誤差、ドリフトによる誤差なのかというと、実はそうではなく、実はこの図面の方が間違っておりまして、おそらくですけれども、この壁を、この図面を描いた後に、ちょっと動かしたんですね、こっち側に。だから現場の、状況を見ると、どうもこの図面の壁の位置よりも、ロボットが作った壁の位置の方が正しそうだぞというのがわかります。で、同様にこちらの壁もですね、ここに、隙間があります。もしかしたら開かずのこの空間が見て取れます。はい。といったこの3次元の地図を作る動画でございました。はい。次に、事業化について、お話ししていきたいと思います。こちらに、お出しさせていただいているのが、これまで弊社と、会津大学とでやってきた、ハードウェアの、変遷になります。もちろん、一部自社で、開発したものもございますし、そうですね。自社開発のも混ざっております。最初のスパイダー、こちらは、会津大学さんと一緒に、開発したものになります。このスパイダーをベースにですね、ジラフという、自社開発製品を開発しました。スパイダーで、得られたノウハウをもとに、それに、絞り込んでと言いますか、機能を絞り込む形でジラフというベース車両を作りました。こちらはですね、研究開発機関向けに、機関ですとか、あとはロボットベンチャー向けに5台ほど販売させていただいております。で、このジラフをもとに、ロボットアーム、カメラ、センサーを付加する形で、スパイダー2020、こちらは会津大学との共同研究開発ですね、が、スパイダー2020を開発しました。要素技術の開発ですとか、ソフトウェアアプリケーションの開発、そして全体的なシステムインテグレーションを行いました。このスパイダー2020をベースに製品化、こちら右上にキャメルというものがございますが、これはどちらかというとさらにパワーアップさせて、もっと研究開発というよりは、より過酷な現場で活動するようなモデルを今、現在開発中です。スパイダー2020に、バッテリーを強化して、モーター出力を強化したものを、原発廃炉よということで、収めさせていただいております。なので、まあ基本的には新しい技術はどんどんこの会津大学との研究開発で、積極的に、要素技術として持ちながら、その中で、実際の現場でニーズとしてあるものをピックアップして、最低限の構成というものを作って、販売していると。いうビジネスになっております。次にですね、ステージ1、ステージ2までの、成果物を活用した事業化に向けてというところなんですけども、まあ、平成30年度以降の、成果物を並べさせていただいて、その上で、どんなロボット、イメージ図並んでおりますけれども、とユースケース、どういったところで、販売までいったのかというところなんですけども、平成30年度のやはり WRS、2018に向けての、連続8時間稼働というところと、距離画像センサー、ですね、あとは平成31年度の防水、軽量化、制御 PC の最適化、この辺と、あと IMU による一致性機能ですね。で、このあたりが
割と、評価されまして、廃炉用ロボットっていうところに採用されることにつながりました。今年度ですね。はい。なんで、おそらくここでの防水ですとか連続8時間というものをやっていなければ、我々のロボットがその廃炉に向けて使われるということはなかったかなというふうに思っています。今年度、ライダーを追加したりですとか、ロスの制御、スラムっていうものを開発したことによってですね、現在、床下点検のロボットですとか、警備用のロボットですね、っていうところで、事業化が見え始めてきております。で、何社か、お話をさせていただいているところもあります。そんな中で、課題というのも見えてきておりまして、低床下、要は背が高いので、床下点検やるにはもうちょっと背を低くする必要があるよね、ですとか、あとはロボットアーム強化というところで、警備ロボットなんかですと、アームで何か作業させたいっていう時に、例えばゴミ箱の中を見たいとかっていう、結構パワーも要求されますし、繊細な作業も要求されるっていうような、ロボットアームをもうちょっとなんとかしたいなっていうところですね。課題が見えてきています。で、そのさらに先なんですけども、現在そのサブクローラーを不整地走行用の、一つの、機構として使っているんですけども、そこに、搭載されている2つのモーターを使って、除雪機構ですとか除草機構なんかをつけることで、いよいよ、本当に、一般の人が使えるような、ロボットに、なっていくのかなと。やっぱりこの床下点検ですとか警備ロボットっていうのは、いわゆる限られた人が使うような領域なんですけども、除雪除草ロボットってなるともう誰でも使えるっていうところを本当目指していかなきゃいけないと。その上でやっぱりセキュリティ等々の、観点から露出っていうものも必要になってくるんではないかなというところですね。以上で、発表を終わらせていただきます。